はい、こんにちは、ゆうだと申します。13騎兵防衛圏続きやっていきましょう。今回は南夏乃ちゃんのストーリー進めていきましょう。結構前にやったばっかし、ちょっと覚えてないんだけど、時空を超えた出会い、どこが分岐してるんだ。うわ、分岐めっちゃあるじゃん。やば、分岐めっちゃあるじゃん。じゃあ今回この2つの分岐回収していきましょうかね。17番機を探すために1945年にやってきた南と BJ は、時坂神社で現地の少年三浦慶太郎に見つかってしまう、とのことで。え、あと分岐点どこだ、全然覚えてないぞ。もう2ヶ月ぐらい前の話だからね。南ちゃんのストーリーやったの2ヶ月前だよ。なんだよ、ここどこだ。ああ、ん？これは、え？え？いったった。え？まるで洗濯機の中。みなみちゃんもここにいたの？点検用ハッチは、え？乗るとこじゃないよ。点検用ハッチ。お尻しこたま打ったわ。え？これ、どうやって降りるの？あ、そうか、登ってきたあれか。あれ、三浦慶太郎と一緒に飛んできたの。あれ、三浦くんもいるはず。え、いないの、ここ。怖い怖い、滑ったら下まで落ちると思ったら手にすごい汗かいちゃった。楽しんでんな、意外と。意外と楽しんでますね、あなた。仲良い MIBJ のゆきちゃんにもだね。私のへよく弟、やっぱり部室にはロッカーの中な、うん、いや、もうその話じゃないのよ。そんなレベルじゃないよ、もう。 BJ が乗って、もうなんか、もしも BJ が、え、元の世界に戻れるの。きっとだ、彼の名は悪い文明の進んだ星。いや、宇宙人ちゃうって絶対。 UFO が現れる活動を行うと、それが、え？ BJ、 私たち戻ってこれたんだよね。本当に？あ、そうなんだ。このロボットタイムトラベルもできちゃうなんて、すごい。さすが宇宙人のテクノロジー。あれ、三浦くん出てきてないの？ああ、やっぱそうだよね。ああ、離れちゃったんだ。外に？うんうん。まずいんじゃない？ MIB に捕まってエリア51に送られるよ。あ、それであれか。な、あう。あ、そうなの？あ、そうなの？あら、そう。うわ、パトカーとか集まってる。ですよね。ビルとか壊しちゃった。ああ、三浦くんが脱出した後の話か。うんうん。そうね。でもこれどうしよう。そのままにするんでしょ。ともかく BJ を隠さないと。ほう。で、バックかな。よく入るな、毎度ながらに。そうか、それで三浦くんどこ行ってたの？のあのセリフか、探してたんだよっていう。へー、女子陸上部 VC2 部活号。また出てきてる。ほんとそれな、よく出てくるな。閉じ込めてごめんね、BJ。でもまだ MIB がうろついてるの。ああ、またゲートに行くの？誰か来る前に行かないと。いや、三浦くん探した方がいいんじゃないの。絶対心細いよ。探し回ったけど。あ、探したんだ。はどこにもいない。あ、そうなんだ。探してはくれてたんだ。MIB に捕まったんだ。あらら、捕まってないよ。セーフセーフまだ。17番機、トライポッドと BJ、なんとタイムマシンの機能まで持っている。なるほどね。じゃあ、あ、帰りの準備すればいいのかな。あれ？ん？どうした？研究ノートがない。あ、誰だっけ？
誰かが持ってった宇宙人の研究ノート、ユキちゃんだ、ユキちゃんが持っていったはず。今日の授業中書いてて、そうだ、視聴覚室に持ってった。あれ違う、大変、置き忘れてる。いる、それ、え、それいる、いるの、いらんでしょ。で、BJ を、あれ、もしも BJ 素早くきっとだ、うん、あれ入れるんじゃないのこれ。あー、オッケーオッケー。そのノートいります、取りに行くの、いらんと思うんだけどね。視聴覚室ね、とりあえず。もういるじゃん、黒服。こっちは、あ、だよねって言ってもな、どうすればいいんだろう。お、研究ノートの行方、お、研究ノート、あ、これで開かれるんだ、なるほどね。研究ノートは宇宙人 BJ の記録よ。あ、そうなんだ。誰かに見られたら大変だ。ああ、そういうこと。そんな大事なことを書いてるものを。おお、めっちゃ見るじゃん、こっち。この間に行けとな。北校舎へ。あの記録を誰かに見られたら大変だ。何はともあれ、ノートの回収よ。いやいや、見つかってる、絶対見つかってるって。サングラス濃すぎん、あいつ。サングラス見つかってよかった。濃すぎて見えてない説。ミノミ隊員、これからは最高機密が漏れないよう厳重に保管し管理を怠るな。はっ、気をつけるであります。やけど、すぐ移動を。確かに。何やってんだ。分かってる。ゲートでしょ。何やってんだ。え？地球的世界進行がどちらに近づいている。何それ。関ヶ原。予測危険率が高い。ここから早く離れろ。待て待て。誰だ。爆発起こすんか、これから。違う。ちょっと何すんの。当たったら危ないでしょ。逃げろ。こっちか、逃げるんだった。こっちか。おお、やっぱり北校舎女子トイレ。どうなってるの、なんでウサミが。偽物なの。あー、ドロイド。そうか、ここで出てくる。捕まえるため悪い宇宙人が作ったロボットね。あー、どこ、トイレ。お手洗いに逃げ込んだんだけど。そうなんだよな。そんなこと言われても。え、仕方がないって言われてもどうしようもなくない？ここで爆発起きたよね。とんでもない爆発起きたよね。もうそこまで来てる。だろうな。どうしよう。え、どうしようって言っても。あ、ともかく隠れよう。いや、無理でしょ。信号で追ってきてるんだから無理じゃない？さすがに位置はバレてるんじゃないですか？ですよね。あまり乱暴はしたくない。おとなしく出てこい。また誰か来た。驚いた。うん、なぜここが。おお、消えたはずの17番の信号でここに呼ばれたの。426を見つけたからには。おお、見過ごしておけないわ。何か企んでるのでしょうが、これ以上好きにはさせない。君は俺を目の敵にしているが、あれは伊田の妄言だと理解した上でか。
あなたが多くの犠牲をもたらしたのは事実だわ。ここで破壊する。機械のくせに感情的じゃないか。感…え、パワーはこちらが上。機械…なるほど、確かにこっちはガタが来てる。銃もまっすぐ撃てない状態だ。君が落ち着くとね。姿からは想像できないよ。ここもすっかり機械か。君も怪物だ。その方がこっちを。そう、そん。なんだろう、静かになった。なにこれ、ひどい。おお。おお。おいおい。それにこれ、あなたが。出てきちゃダメじゃない。彼女もドロイドだ。クラメ様を見せて。ああ、そうなんだ。こっちもロボット。彼女は私が呼んだ。あ、そうなんだ。立てろ、離れろ。うん、君が一緒だったとはな、三浦くん。貴様は、え、そうか、え、ロビーを入れ替えたら。うわ、立てろ、ビジェ。壊れてはいない。BJ は私が守ってみせる。何か勘違いしているな。目的は君だよ、南夏の。え、君は町を壊す怪物どもの新たな命令者だ。そして今から君の命令は俺だけのものになる。カオス。待て待て、え、うん、何これ、なんでこんなとこにいるの。しかもこれ何があったのよ。記憶が。ああ、私これ取りに戻って、それからウサミを見たような、こんな状況覚えがない。撃たれたから記憶が。は回収されてるよな、そりゃな、そりゃそうだ。あいた、ほっぺになんか刺さってる。わあ、マジ。関ヶ原 A ロック解除可能だって。デストロイド。うわあ。ロッカーを調べる？え？
ああ、そういうことだったんだ、あの女子トイレのやつ。じゃあ、もう一個の分岐、行きましょうか。そうか、傷は残ってるもんね。撃たれた傷はね。お？なんだお前。え？たまおさん？何してんだ？どうして？なんでたまおさんが？ここでは心もとないな。そのうち見つかる。え？何が？もしかしてたまおさん、UFO で何かされたのでは？誰？クラスメート。仲良い MIBJ ゆきちゃんにもそう。これは一緒。ほっぺに針でも刺さったよ。小さなポッチ。ポッチ。あのトイレでついた傷なんだろうけど、記憶がない。そうなんだよね。まさか宇宙人に捕まって記憶を消された。捕まってはないけど記憶は曖昧にされてる。半分当たってる。インプラントは考えすぎか。まあ半分当たってる、大丈夫。とりあえず三浦くんは十郎くんの家にかくまってもらった。あ、かくまってもらった後の話なんだ。責任は取らないと。うんうんうん。いや、変な意味じゃなくて。17番騎兵というのはトライポッドと BJ がの、なんと、うんうんうん、彼の名は悪い宇宙人、文明の進んだ星。これは一緒か、この辺は一緒かな。活動、それが一緒だな。入部希望者？いえ、その友達かな。そうか、その子入部届出してずっと来てない。相葉さんでしょ。相葉エリカさん。ああ、相葉エリカ。はあ、はあははあ、なんかそんなのいたな。相葉さん確か D 組だよね。南さん C 組で隣のクラスだ。え、あ、そうです。病気治ったの？いや、この子は治ってないのでまだ来れない。え、そう、残念だけど無理しないで。玉尾さんに似てるだけ。隣のクラスにこんな子いたっけ。相葉エリカ D 組隣のクラス。うん、どうどう、なんだなんだなんだ、違和感ありありだろ。変わった子だね。うん、ですよね。変わりすぎてるわ。そうだ、先生に報告しとこう。何を？BJ、 あの子に正体バレちゃったの？え？あの子今いたじゃない、相葉さん。ここには誰もいない。ああ、記憶を改善されてら。やばいぞ。いいのか、ゲートに行っても本当に。本当にいいのか？今なら黒服いなかったし、抜け出せば見つからないかも。いや、いや、よくないでしょう。待って待って。ダメよ、顔を出しちゃ。あ、まだ分岐行ってないんだ。出よう。あ、本当だ、黒服いないし、結構人いない。あれ？夏の帰るの？帰るよ。見つかったか。先輩には内緒で、この星の危機なの。うん、一刻の猶予もなくて。はいはい。呆れられてら。じゃあねー。話しかけれたりする？おお、する。一刻を争うんじゃなかったっけ？争うよ。あのさ、いいから早く行きなよ。大事な用事なんでしょ。いい、ありがとう。優しい。旧の未来は私に任せて。はいはい。バカにされてら、なんか責任重大だわ。よし、行くぞ。時坂神社に行くのか。時坂神社行こう。
バイクバッグ。バイクバッグは。もしも素早く。あ、そうか。オッケーオッケー。着いたよ。次はどこに行くんだい？今度はどこを探すの？1945年、見つけたのは別の騎兵だった。あ、そうなんだ。反応ないんだ。じゃあセクター 1？ セクター1探索済みか。そっか。じゃあセクター 2？ セクター2が怪しいよ。セクター2最初4場所だ。あ、そうなんだ。逃げ出して何も探せなかったもんね。だったっけ。じゃあ2065年へ行こう。アクセスコード承認。セクター指定。ドロイドがめっちゃ気になる。気になっちゃう。廃墟2060。ここは十郎がバーンした部分じゃん。バーンした部分だよ。でも油断は禁物よ。さあどうやって探そう。あ、大輝どうしたの。わお、探してくるの。それで DJ だけで探すの。確かに。じゃあ気をつけてね。うん、いってらっしゃい。そんな、ここまで来て置いてけぼり。27分待てと。ここで誰かいるんでしょ。どうせトラベル待つだけなんているんじゃない。探索しよう。すぐ戻ればいいよね。ちょっとだけ探索しよう。これは、お、いいね。分岐だね。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。あ、騎兵だ。誰が乗ってんの。これって騎兵なんじゃない。誰の。私が先に見つけてやった。置いてったりするからよ。危ないんじゃない。急に目が光ったりしない。あ、BJ。 あ、そんなバラバラだわ。なんで偽物じゃなくて。偽物っていうか違うやつじゃなくって、ここに一緒に来た BJ じゃなくって、他のやつはないの。え、帰れないじゃん。え、帰れないじゃん。あ、そうよ、脳みそ。頭脳さえ無事ならきっとまだ助かるはず。確かに、まあそれはそう。どこ、これかな、この電球みたいなのが。それっぽいと思うんだけど。部品の上に文字がある。四季島。おお、四季島ロボテクス。四季島って日本の会社の。バカね私。何、 BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。いい、まさらマジで宇宙人だと思ってたの。嘘でしょ。 DJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。まあそうでしょうね。え、あの音。あ、でも BJ いるじゃん。やっぱりだよね。よかったよかったよかった。見つけた。よかった。遠隔操縦型8マン
月島ロボテクス製、日本製のロボットなんでしょ。宇宙人なんかじゃない。今さらか。そうなんでしょ。今更かとは言われないんか。何を言ってるんだお前って。まさかトライポッドも。それはどうかな。嘘。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの。地球から襲ってない。ん、どういうこと。ここは地球ではない。やっぱり、やっぱりそうじゃん。バカにしないで。推測の根拠は、やっぱりそうじゃん。それで計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。お前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか。ずいぶん小型だが、宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから、箱舟に乗るのは DNA 情報だけです。計画の最終段階で人間を再生します。宇宙人の出来上がりというわけだ。どれぐらいの人数を見積もっている。600万人を計画しています。計画の認可が降りると思っているのか。母の説明を聞いていただければ。話にならん。自己満足だけの実利のない事業だ。親父が死んだからには好きにはさせない。この研究は整理する。資金も停止だ。そんな、待ってください、尾形さん。だよな、尾形年次だよな。尾形くん、この後計画は実行される。2188年って未来じゃない。そりゃ大人の顔だ。未来が夏のわからない。ああ DNA 情報だけで作られた。ってことは、大人になった姿があれだと思ってたんだけど、違うんだ。あ、今映像で映ってたのが本当の自分の姿で、今いるこの学生の姿が DNA で作られた、再生された人間。ってことは、いおりちゃんも再生された人間。だから森村のあの姿が本当の姿。井田もそう。網口が作られた人間。うわーそういうことだよね。いや、そういうことだな。やばい、今。え、わ、マジか。そういうことか。だいぶ進んできたね。じゃあ次回、ついに関ヶ原英くんのストーリーやりましょうか。ということで、ここまで見てくださった方ありがとうございました。また、次も見てください。それじゃあ、またね。